エリザベス・ジェーン・ガードナーはアメリカ合衆国の画家である。パリで学び、1868年にアメリカ人女性画家として初めてサロンドパリに入選した。ニューハンプシャー州のエクセターに生まれた。女学校のラッセル・セミナリーで学んだ。ヨーロッパで絵画を学んだイモージェン・ロビンソンと知り合い、ロビンソンとボコなどで絵画を教えた後、1864年にロビンソンと 絵画の修行のためにフランスに渡った。フランスではアカデミー・ジュリアンでユーグ・メルルやジュール・ジョゼフ・ル・フェーブル、ウィリアム・アドルフ・ブグローに学んだ。サロン・ド・パリに出展する外国人画家となり、1872年に金賞を受賞した。死のブグローに傾倒し、ブグローの模倣者と言われても構わないと公言した。1896年に71歳になっていた。 死のブグローと結婚し、オードセーヌ県のサンクルーで暮らした。1905年にブグローが亡くなった後もフランスで活動し、サンクルーで没死した。ありがとうございます。